向け2チームが全てをかけてぶつかり合います。運命の女神は果たしてどちらに微笑むのか、注目のマッチです。e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間はワンナインザライ対トッテナム、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今夜の天気は晴れ、いいコンディション。シュート！さあ左サイドへ、大きくサイドチェンジ。こういった逆サイドのアプローチは単に枚数が少ないからだけではなくて、中央を散らしてスペースを作りやすくする役割もありますからね。いい展開ですよね。さて北澤さん、今日のゲーム注目選手は誰でしょう？アルデルバイレルトですね。フィジカルの強さと視野の広さ、ロングフィードの精度もありますよね。引き察知能力も高くて、守備の安定という部分で彼の活躍は欠かせないですよね。相手にとってはこのエリアをどう崩していくのかがポイントになりそうです。吉田、クルセフスキへ、ホーラン、柔らかいパス、メッシー、リカーリオのセーブ、高い位置で奪ってのシュートでした。しかしディフェンスとしてはヒヤッとする場面です。このファーストハーフ最初のコーナーキックはオアンガインザライ。ここは対応します。ウパメカノ、さあカウンタースピードを上げたいところ、チャレンジしたところ、これはファールではありません。シュート、これも止めてきます。キーパーの活躍が目立ってますね。ウパメカノ、スピード上がってきますよ。裏のスペースを狙う、これはどうだ、シュート、エデルソン、さあこぼれた、あっと、来た、これはここでファウルがありました。いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね。やむを得ない選択だったんでしょうね。この距離十分に狙える位置です。いいキック持ってますからね、決めてほしいですよね。ゴール、素晴らしい。直接叩き込んできましたね、北澤さん。これはディフェンスの位置を計算して狙ってきましたかね。いやーすごい。さあトッテナム、価値のあるゴールが決まりました。アウェーで先制しましたけど、ホーム側のお客さんのパワーすごいですからね、はい、集中していってほしいですよね。さあカウンターを仕掛けます。どうだこのシュート、キーパーセーブ。エデルソン、すごい反応を見せました。こういう大事な試合ではキーパーのパフォーマンスが勝敗に直結しますからね。見せてくれますよね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでした。ヘディング、いや、わずかに左へ逸れていきます。いや、いいシュートだったんですけどもね、ちょっと枠を捉えきれなかったですよね。デュンフリース、ブルーノ・フェルナンデス、これは合いません。クルセフスキ、さあここでカウンター、ここはつながりません。クルセフスキからのスルーパスは通りませんでした。デュンフリースからメッシー、ゴレツカから左サイド、これがつながります。ジョルディアルバ、ここ来ましたよ。どうだクロス、これはちょっとコントロールできませんでした。縦へのボール、このパスを防ぎます。スルーパスを出す、
仕掛けるか。コースの切り替えも早いですよ。モドリッチ、このボールをカットします。これは合いません。ジョルディアルバ、ウパメカノへ、ブルーノ・フェルナンデス、ゴレツカへ、ウパメカノ、素早いパスで攻め上がっていきます。さあつながるか。ジョルディ・アルバへ。ジョルディ・アルバ、彼のオーバーラップは攻撃のアクセントになります。ジョルディ・アルバ、固いディフェンス、裏を狙っていきます。さあクルセフスキ、シュート、ゲット、ロビーキーン、サポーター待望の初ゴール、レジェンドが見せてくれました。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。さあトッテナム、得点を重ね2対0という展開。トッテナムとしてはイメージ通りの展開じゃないですかね、はい、これで余裕を持ってプレーできますし、チームにとっても重要なゴールになったんじゃないですかね。このまま無失点でいきたいところですよね。はい、そうですね。クルセフスキから左へ、積極的な守備を見せます。グリーズマン、ここは抜かせません。フォアンナインザライ、カウンターを仕掛けていきます。スペースを狙う。デュンフリース、これは合いません。ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。北澤さん、前半戦についてのコメントをお願いします。中途半端な出方をしてしまうと、サッカーというのは 2-0 は絶対じゃないんですよね。特に45分で 2-0 というのが一番危険な点数でもあるんですよね。ワンガインザライ対トッテナム、トッテナムが2対0とリードして後半へと向かいます。後半キックオフです。この位置からプレッシャー、ここで奪われると危険です。裏を狙う、ウパメカノ、ここはカットします。奪い返します。ネイマール、抜けた、いいですよ、攻守の切り替え、対応します。スペースへ、アルデルバイレルト、流れを止めます。ダンユマ、裏へ届くか。ウパメカノ、このボールに触ります。スローインをカットします。ネイマールからホーランド、これはファウルではありません。ロビー・キーンから右サイド、スペースを狙った。さあ来たか。トッテナム、カウンターを仕掛けます。オフサイドになります。グリーズマンからメッシー、ここも固い守りでボールを奪います。さあカウンターのチャンスになります。ロビーキーンから柔らかいパス、ここはドリブルで上がる。バンデルファールト、うわ展開早くなってきましたね。これをカットします。メッシー、アンデルファールト、このボールをカットします。ブルーノ・フェルナンデス、いいとこ入りますよ。ネイマールへのボール、さあ一気にカウンター、さあチャンス、シュート、イカーリオのセーブ、
いやーキーパー素晴らしいですね。キーパーよく止めましたよね。素晴らしいですね。トッテナム相手カウンターを防ぎましたが気をつけたい場面でしたね。ジョルディアルバからターテのボール、裏へのスルーパス、いいボール入りますよ。さあ、ともに選手交代があるようです。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。トッテナムとしては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。このスルーパスは通りません。ウスマヌ・デンベレ、さあカウンターを仕掛けます。勝負のシーン、ウスマヌ・デンベレからグリーズマン、メッシ自分で行く、足元狙う、スペースを使う。さあカウンタースピードを上げたいところ、ゴレツカ、ここは読んでいました。長いボール縦に入れますと、これはつながりません。ロングボールで展開、いや展開早くなってましたね。トッテナム選手交代のカードを残してこの時間帯を迎えています。トッテナム立て続けに選手を入れ替えてきます。スルーパスを狙う、メッシ、三笘、トッテナムは今の交代であと1回の交代枠を残すことになります。ゴレツカからのパス、この位置でボールを受けます。ホアン・アイン・ザライとしては先ほどからいい攻撃は見せてるんですけどもね、なかなかシュートには結びついてないですよね。これはタイミング合いません。積極的なディフェンス、トッテナムにここでファールを取られます。注意に終わります。およそ30メートルというところです。絶好のチャンス。
ものにできません。いや、この時間帯で打つっていうことは大切ですよね。外れはしましたけどね。ランパード裏を狙っていきます。シュート来た。追加点。点差は3点。試合が決まってしまうのか。フリーの状況を見逃さず見事に決めてきました。いや、パスからシュートまでの一連の流れが非常に良かったですよね。ディフェンスとしてはあそこまでうまく崩されるとなかなか守りきるのは難しくなりますよね。さあ、トッテナム現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。マルティネス、今のファールでイエローカードをもらっています。ファンデルファールト、ファンデルファールト打っていった。積極的です。ここはすぐ奪い返します。これは届くか。ゴレツカ、ブルーノ・フェルナンデスへスペースを狙う。ゴレツカからウスマヌ・デンベレ、デンベレが上げる。フォアラインザライとしては先ほどからなかなかシュートまでいけてませんけどもね、そういう守り方をされてますよね。スルーパス、いいボールだ。ここで受けて三笘が上げる。ウパメカン、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。さあ、ここでカウンター。ゴレツカ、ドリブルで上がる。狙えるか。シュート。追いつけるか。こぼれた。サイドラインを割ったところで長い笛。3対0、見事な勝利です。そしてこの結果、条件達成となります。北澤さん、試合の総括をお願いします。トッテナムとしてはなかなかプレッシャーのかかる試合だったと思うんですけどもね、その中でも勝てたっていうのは選手たちは今後の